動画でわかるファンディのエンジェル税制について解説するシリーズの4回目、確定申告時の手続きについてお送りします。税理士法人アクリア渡辺亮介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。エンジェル税制の優遇措置を受けるための手続きの流れについて教えてください。優遇措置 A、B ともに大きな流れとしては同じです。ステップ1、投資先企業都道府県から発行される必要書類を取り寄せる。ステップ2、確定申告時に税務申告書を作成する。ステップ3、ご住所を所轄とする税務署に、ステップ2で作成した税務申告書に、ステップ1で取り寄せた書類を添付して確定申告書を提出するという流れになります。はい、ではステップ1の必要書類について教えてください。次の4つの書類が必要です。1つ目、都道府県の発行する中小企業庁等経営強化法第7条の規定に係る確認書。2つ目、投資先企業を発行する個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類。3つ目、同じく投資先企業が発行する株式移動状況明細書。最後4つ目、投資契約書の写し。これらの書類を確定申告時、つまり投資した年の翌年2月16日から3月15日までに揃える必要があります。ファンディーノでベンチャー投資をされた場合は、1番目の都道府県が発行する確認書についてはファンディーノより発行いたします。4番目の投資契約書はマイページにございます。またベンチャー企業が発行する書類についても当社がサポートしておりますので、安心してお待ちいただければと思います。エンジェル税制を適用する上でのデメリットとして、実務上の手続きの煩雑さが挙げられます。個人投資家やベンチャー企業も手続きが簡便化されることは大変助かると思います。ではステップ2、税務申告書を作成について教えていただけますか。確定申告の税務申告書にエンジェル税制の優遇措置を受けるために次の明細書を作成しなければなりません。優遇措置 A の場合は、特定新規中小会社が発行した株式の取得に応じた金額の控除の明細書に、エンジェル税制が適用される銘柄ごとに株式の詳細を記載していきます。ポイントは3、控除対象特定株式の取得に応じた金額の計算、丸4欄に投資額を記載し、売却等なければ丸5欄も同額を記載することになります。特定新規中小会社が発行した株式の取得に応じた金額の寄付金控除額の計算明細書、寄付金控除額の計算欄で上限額の計算を行うことになります。先ほどの丸5の金額が寄付金の区分等の丸1へ、また上限は800万円となります。現在1000万円と記載されていますが、今後国税庁のホームページで更新されることになります。ポイントは丸7欄に総所得金額から控除することになる金額を記載することになります。優遇措置 B の場合は、特定新規中小会社が発行した株式の取得に応じた金額の控除の明細書は優遇措置 A と同様です。株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書のポイントは、丸10欄に上記特定新規中小会社が発行した株式の取得に応じた金額の控除の明細書で計算した金額を一般株式上場株式等の順に、丸9欄に譲渡益を限度に記載することになります。必要書類を揃える、税務申告書を作成する、そして対象年の翌年3月の期限までの確定申告をするという流れですね。しかしこのような書類作成が苦手な方も多いかと思います。そんな方には、我々日本クラウドキャピタルと渡辺さんがいらっしゃる税理士法人アクリアがまるっとサポートサービスを展開しております。こちらも概要欄に URL を記載しておきますので、活用してみてください。はい、ぜひお気軽にお問い合わせください。渡辺さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。動画でわかるファンディーのエンジェル税制について解説するシリーズ4回目、確定申告時の手続きについてをお届けしました。ぜひエンジェル税制を活用してファンディーノでベンチャー投資を楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。